わあできるー、久しぶり BT、 よかったー。 BT お前も大変だっただろうな。我々の任務は特殊作戦217を続行し、 SRS のアンダーソン少佐と合流することです。どっちに先なのかな。上ね、なんだケイン様のパーティーを邪魔して命知らずが。おやおや、ここに逃亡中のヒーローがよ。それも SRS のバンガード級タイタン。うわそう来なくちゃ。なんだなんだなんだ、急にどうした。楽しくやろうぜクズ野郎。倒せました。ペインのヘルメット内無事は無事です。回収しましょう。これかヘルメット無事を取る。データが取れるんだ。IMC の情報が分かるんだね。 IMC はもうすぐアークの封鎖を終える。プラコニスの発進準備を。了解。ミリシアの捕虜を3人捕らえてますが、どうします。やっちまえ。やめろ。これから向かう。以上。通信の傍受は昔から行われてきました。これで有利に戦いを進められます。はい、情報戦でね。動かないと死んでしまいます。情報戦で勝ったわけだね。勝てるわけだね。さあ BT とのニューラルリンクが改善し、ケインという AIMC の傭兵を倒すことができたと。俺たちは再びアンダーソン少佐を探して、合流地点へ向かっている。追われる身であることに変わりはないが、ケインの無線を回収したことで敵の通信は傍受できるようになったということで、やっていこう。深淵へ。アンダーソン少佐はここを通りました。合流地点への近道かもしれません。行きましょう。よっしゃ、近道なりきりじゃねえ。操縦権を移行。足元に注意。ここで何をするんだ。この施設を通ってアンダーソン少佐との合流地点に進むしかない。さあ新しいロードアウトが手に入ったらしいですね。スコーチ。あーへー、ヒートシールド。へーへー。その分かりはありません。おお、無力ね。ここは何だ。ファイルにアクセス中。不明です。アッシュ、こちらブリスク、聞こえるか。こちらアッシュ、どうぞ。ケインが応答しない。ミリシアの英雄キトリのパイロット、あいつがそっちへ向かったのだ。始末しろ。了解しました。ミリシア、ブリスクって、ミリシアに指名手配されている戦犯で、主に IMC に雇われています。また、ラ
スティモーサ大尉の死にも関係しています。さあ、チェックポイント。ブレラみたいな。そう。フレアだな。となるとあれか、別のやつの方が使いやすいかもしれないね。ミサイル、まあミサイルだな。サルボコは来たね。ありがとうございます。超褒められるじゃん。褒めて伸ばしてもらうからな。褒めて伸びるな。ちょっと褒めてもらって。お、また新しいロードで次にくれるね。次はブルート。これか、一度に4発のロケット。なるほどね。この荷積みドックのカーゴリフトが近道です。そう、ハードで制御盤を確認してください。どこの話だ、あれか。どうやって行くんだ。ああ、降りるのか。カーゴリフトが必要です。幅に制御盤の位置をマークします。ショットガンかすね。了解、了解して。やられた。
よいしょ。カーゴリフト。カーゴリフト起動。これで戻っていけばいいんだよね、きっとね。あ、交換してもらおうかな、武器。ガッタリン、これに行こう。応援が必要です。警告、警告。泉の一段で複製のタイタンを撃ち、ファイターの任務を切り替える。アッシュよりカッパー3に侵入者を発見しろ。ちょっ。泉ドック一段。了解、カッパー3に向かいます。おい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 。逃げられません。スーパー。引っ張ってかないで、引っ張ってかないで、ET ちゃんを。